皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回は8月に新しく発売されたレゴを買ってきましたので、見せたいと思います。はい、7月が終わって8月に突入しました。7月はこれといってあんまり動画を出せれてなかったんですけど、8月については多分これが最後になるかもしれません。8月についてはこの動画を含めて1、2本ぐらいは出そうかなって思います。はい、ということで僕は昨日徳島のトイザラスで新作レゴを買いました。買ったものはこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオピーチの始まり冒険スターターセットです。はい、ついにレゴスーパーマリオの新作のレゴピーチが発売されました。一昨年はマリオで、去年がルイージで、今年はピーチです。ちなみにこちらのお値段は5900円で買いました。夏頃にレゴスーパーマリオの新作シリーズが出るんですけど、もしかしたら来年はワリオが出るんじゃないかなって思います。今回はこちらのレゴピーチ以外にこちらも買いました。はい、こちらのレゴスーパーマリオキャラクターパック5を買いました。一番驚いたのはキャラクターパック5からなんと箱型になりました。これは完全に劣気としたサーチ対策でもあるのと、あとこのキャラクターパックなんですけど、前のシリーズと違って100円値上がりしてます。本来でしたら5つ買うつもりだったんですけど、僕は3つだけにしました。とりあえずキャラクターパック5をコンプリートを目指して開けたいと思います。それより僕キャラクターパック4まだコンプリートしてないので、とりあえずキャラクターパック4コンプリートしてからこちらを開けたいと思います。それとレゴスーパーマリオ5500円以上買うともらえる黄色ヨッシーのセットももらいました。ということで、こちらが僕が徳島のトイザラスで買ってきたレゴです。本当は拡張コースを1個ほど買おうと思ったんですけど、ちょっと予算的な都合もあったので、今回はこれだけ買いました。それと本来でしたら、この後レゴピーチの動画を出すんですけど、今年は出しません。9月に出します。なんでかっていうと、2級の製図試験があるからです。去年、一昨年については2級の学科落ちたので、8月に撮影したんですけど、今年は2級の学科試験に合格したこともあって、もう本当に一発で撮りたいということもあるので、レゴピーチの動画は9月頃に公開します。あとそれとネタバレになるんですけど、9月に変形合体レゴロボ第2回目をやろうと思います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。